おすごいタイムリー。あ、Google さんでも、やっぱりすごいですね。僕のいろんなことを検索とかから踏まえて、悩み検索すると出してくれるんだな。はい。宇宙飛行士とお話をしてみたいですと。で、また、宇宙にいる人と更新してみたいです。宇宙にいる人。宇宙人っていうことではなく、多分宇宙にいる、あ、まあ、これも宇宙飛行士の方と更新してみたいですっていうことだと思います。どうすればできますか？高校3年生の理系の人。天文宇宙ということで。これですね、簡単です。尖った。自分の尖った特技というのを一つ身につけるっていうところと発信していく。それを YouTube でも SNS でもいいからバシバシ発信していく。です。で、これ僕ちょうど宇宙飛行士の野口さんとたまたまですね、お話ししたことがあって、まあ、つい最近なんですけどもね。で、野口さんがまだ ISS にいるところと、こうお話ししたっていうところがありまして、その時にじゃあなんで僕がこういうのに選ばれたかっていうのもあるんですけども、そういった時に、やっぱり一芸に秀でているっていうのが結構重要かなというふうに思います。お、珍しいって思われるかどうかですね。あとはこういうイベントをリサーチする。まあ、自分から発信していくと、こういうのあるよって教えてくれるっていうことが SNS だと今あるので、発信していって、情報キャッチするでもいいですし、自分でこうリサーチしていくっていうのもいいですし、で、どんどん応募していく。で、応募していて、チャンスをより確率高く引き寄せるには、自分が何か尖ったものを持っていると、とか、話をしてみたいですって言った時に、どういう具体的にですね、こういったことを聞いてみたいっていうのがもうちょっとあるとですね、いけるんじゃないかなと思います。で、僕の場合もですね、こういったこと聞いてみたいとか、まあ、いろいろあって、選んでもらって話すことができたので、あとは JAXA の方はですね、最近よくそういったものをやっているので、これイベントをいっぱい追ってみるといいんじゃないかなと思います。まだ高校3年生ということなので、受験かな？いつ、まあ、卒業の大学に進んで、どんどん発信していけば結構いけるんじゃないかなと思うので、はい、ぜひ頑張ってみていただきたいと思います。